ちが何を求めたのか完全に理解した上で次の工程に行こうかなと。自分自身がコミュニケーションなんで使う必要はなくてもお客様が使った場合にそれを理解はできる。お客様をそのエデュケートするわけじゃないんですけど、まあ、この単語はこういった意味だよってことをその共通に理解しておくってことも大切なのかな。住んでる間に結構いろんな国の方の自分の国のその流行りとかを持ってきて学ぶこともできるのかなって気がするんですけど、僕は比較的無理してリスクを負うタイプでもありませんし、特にこの長さだったらそんなに変えることはできないんで、そのセパレートした方がいいのか、アイソレートされたその前髪がいいのか、もしくはつなげたいのかっていう話ですね。あとはやっぱ周りにやっぱ参考になるようなスタイリストさんとかいると、彼女みたいにあのよく英語もしゃべれて完全にが綺麗にできる方だとか、ちょっとずつちょっとずつ真似ることも自分の向上になるのかなって気がするんで、カウンセリング中に僕はあのミーって使うんですね。カットするのは自分だけど一緒に髪の毛を作る、最後に何をしたかと、今後こういう風にいく、そしてこういったことを使った方、こういったものを使った方がより一層良くなるんじゃないかなっていうサジェッションもしてあげた方がいいかなと思います。すごいあの英語のこととかカウンセリングとか勉強になりました。すごくいろんなことが勉強になりまして、明日からもさらに使いたいと思います。勉強になりました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。